パリオリンピック、トルコの無課金おじさん。インタビューの受け答えもつわものだった。ということでございます。皆さん、パリオリンピックは見てでしょうか？どうやらパリオリンピックの射撃の競技ですごいね、キャラ立ちした選手がたくさん出てくる。そうで、例えばこちらの選手ですね。女子 10m エアピストル個人で2位になった。韓国のキム・イェジ選手。という方で、こちらの選手の競技中の立ち振る舞いがアクション映画みたいだと話題になり、まあ、確かにね、顔立ちも整っていて、むちゃくちゃ風格があるんですが、こんなにかっこいいのに腰には娘からもらった象のぬいぐるみタオルをかけていて、このギャップもいいといった感じでキャラ立ちしていたんですが、まあ、この選手の他にも韓国の男子エアライフルのチュー・ダーハン選手だったり、インドのエアピストルの選手のサラービョト・シン選手といったもう構え方だったりがすごいね、キャラ立ちしている選手が多いみたいなんですが、そんな中ひときわ注目を集めたのがこちらの選手ですね。トルコエアピストルのユスフ・ディケチ選手ですね。こちらの方は51歳だそうなんですが、パリオリンピックの混合エアピストルで銀メダルを獲得していて、まあ、他の選手はね、こういった感じで耳当てだったり、射撃用のメガネをかけたりしてるんですが、このユスフ・ディケチ選手、まあ、こういった感じで、もう普通のメガネだけの装備で、トルコは特殊なレンズ、アイカバー、耳栓を装着せずに51歳の男性を送り込み、銀メダルを獲得した。と世界でも話題になっているそうで、日本では無課金おじさんとして話題になっていますね。まあ確かに他の選手にね、比べたら無課金なんですが、まあ一応耳栓はしていたみたいですね。まあしかしこの耳栓も飛行機のアメニティでもらえるやつじゃないかとも言われているそうで、まあそこまで言ったらね、無課金ガチ勢すぎるんですが、まあこの耳栓はね、自前だと思いたいですね。で、この無課金おじさんこと、ユスフ・ディケチ選手。構える姿もね、ポケットに手突っ込んで、すごいリラックスした感じで構えてるんですが、どうやら元兵士の人だそうで、トルコの国家憲兵、ジャンダルマの退役下士官とのことで、ポケットに手を突っ込んでいるのは、だるいからとかじゃなくて、射撃姿勢を安定させるため、みたいですね。で、ユスフ・ディケチ選手、トルコに凱旋したそうで、そこで地元メディアの取材に応じ、自身の無課金装備について、他の選手のような装備は自分には向いていない。楽に競技しているように見えるかもしれないが、実際には心臓が飛び出しそうなぐらいドキドキしている。と明かしたそうですね。ポケットにね、手入ってたんで、見た感じはね、リラックスしているように見えたんですが、実際はすごいね、ドキドキしていたそうで、他の選手がしているような装備が自分には合わないから、無課金装備になったみたいですね。もう装備をしない方が強いみたいなね、つわものコメントしてるんですが、まあ無装備で世界で注目されたことに対しては、自分はそんな大したものではない。まあ24年間続けてきた姿勢が評価されたのではないかと思っている。と控えめに話したそうで、つわもの特有の謙虚さも持っているみたいですね。で、さらに、世界でただ一人の9歳の愛娘が大切だ。彼女の先生や友達とも喜びを分かち合いたい。と話し、つわもの特有の家族愛もあるみたいですね。で、さらにユスフ・ディケチ選手。SNS もあるそうで、まあ、大会中にもね、自分が構えてるポーズの写真も投稿したりしてるんですが、過去には猫との写真も投稿していて、つわもの特有の動物から愛される特性もあるみたいですね。で、まあ、このね、ディケチ選手が銀メダル取ったのが、エアピストルの混合ということで、ペアを組んでいた、こちらのタルハン選手ですね。こちらの選手は、すごいね、笑顔で、もうディケチ選手と対照的なね、表情を見せているんですが、このタルハン選手も、競技中はこの表情になるそうで、まあ、真剣なんで普通なんですけどね、もうただのパートナーじゃない、タルハンもつわものだ、みたいなね、そういうキャラ感が出てますね。まあ、こういった感じで、無課金おじさんとしてね、すごい注目されてるんですが、まあ、勝って金メダルを取ったのはこちらのセルビアの選手ということで、まあ、横のね、無課金おじさんがキャラが強すぎて、この選手が金メダルを取ったことはあまり知られていないらしいですね。まあ、といった感じで、トルコの無課金おじさん、インタビューの受け答えもつわものだったということなんですが、まあ、この人が特別なのかもしれませんが、無課金でも結構やれるということで、ログインボーナスはね、忘れずにもらいましょう。以上です。